なんだろう、理解が進むところまで、うん、なんか冒険を進めてほしいなって思う、このハッピー理論については。なるほど、いいですね。いや本当に楽しいよ、うん、ねえ、いや本当にね、パール先生、そう、楽しいとこに行くまでが辛いかもしれないけど、うん、本当に楽しいよ、うん、なるほど。でね、めちゃくちゃ奥が深いんよ、うん、それは感じます、奥の深さ、奥が深いんよ、うん、そこまではちょっとね頑張ってほしいなって思う、うんうんうん、なんかでもね、体得まで本当に行けたら楽しいしかない、うんうん、その恐れとかなんかこう自分の中から出てくるものに対して、うん、何が起きてるかが自分に対してのその面積差が生まれるから、うん、本当に楽しめると思う。何回人生生きてんだろうみたいな感じぐらい意識が変われるからさ、これそうなんよ、なんかね、物質的なものを手にするよりそっちの方が楽しくない？いやもうそっちだ、喜びが違うよね、うん、なんかその比じゃないっていうか、うん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 、本当に物質は結果、そうって感じだから、やってるの楽しいのこれなんだもん、なんか、うん、このずるいっていうザラッとした感情が、うわ、そこにそれがあったかみたいなさ、ね、来たみたいな、なんかもう扉が開いて広がった自分に出会う瞬間があるよ、ハッピー理論って。その瞬間が結局一番喜びないよね、自分の中にあるなんか嫌な気分とかが、うん、ひっくり返した時にね、そのものすごいこう本当、うん、宝物だったってこう気づける、うん、もうね、感じないようにしてる場合じゃないって思う、ね、なるほど、うん、そういうの確かに、うん、パールさん見てるとね本当そう思います。全部自分のものにするやん、全部自分のものにして、うん、そこからが早いから、いやもうね、ずっともうなんかもう今となっては気持ち悪いから、うん、なんか気になるし、でもなんかそこ掘ったらなんか、うん、たどり着けるのがなんか分かってるから、うん、そっかそっかそっか、分かんなくてもいいわけ、分かんないけど分かりたいって、うんうん、望むんですか、最初ずるいとか分かないってどういうこと、うん、みたいなのがもう引っかかったわけよね、うんうんうん、そしたらもうそれが私もそこに興味があるってなるから、うんうんうん、どうしたらそこに行けるのかっていうのをなんか漠然とでもいいから考えてるわけ、うんうん、なるほど。そうすると なんかでやっぱ答えが来る、絶対に、なんかね、クロスワードってやったことない？昔ある、うん、ああいうの解いてるのすっごい好きだったんだけど、うん、ああいうの解いてる感覚になってくる、うんうんうん、なるほど、確かに、うん、だからいろんな喜びがあって、うん、なんかもちろんその何ライブをできたとか、うん、みんなとその会場の一体感感じるとか、うん、もちろんそれも喜び、うん、あとこうやって今配信をしてるっていう、うん、これも喜び、いろんな喜びがこう種類がこうある中で、うん、この間のさ、そのパールちゃんと船長と一緒に過ごしたあの夜、何千万がぶわってプロジェクトで動いた日、うん、あれのプロジェクトが成功したことも喜び、うん、だけどその最中のエネルギーが動いてる、うん、動かしてるっていう、あの時すっごい私嬉しそうだったでしょ、うん、嬉しそうだった。結構喜びの質が違って、プロジェクトが成功したっていう物質的なその喜びもあるんだけど、どっちかって言ったらエネルギー読んで動かしてる時が結構ピーク時楽しいっていうか喜び。でももっと言うなら、あの日の一番の私の収穫と喜びはミスったことで、うん、何にミスったかっていうとさ、パールちゃんと船長がいいって思ってた茨城のお家があって、 あの写真と今の二人のエネルギーがマッチングしてないっていう微妙なもうズレがあるっていうのに全く気づけなかったこと。もう二人はこのお家が大好きで欲しがってて、もうこの二人はこのお家に住むものだって、この私の思い込みが強すぎて、ちゃんとその家と二人の今のバイブレーションが少し噛み合ってないっていうことを見つけられなかったっていう、このミスに翌日気づいた時が一番喜びだったよ、実は。うわーってなった。それこそパズル解けたみたいな。あ、要は全部ゼロからいつも考えないとダメだなっていう。あー、なるほど、うん、結局それがもうありきで話が進んでるものに対して思い込みがあったから、うん、ミステイクだったわけよ。うーん、パールちゃん本当はここよりももっとこっちがいいんじゃないっていう、私がそれこそ前田塾今やってるわけだから、うん、提案すべき、うん、私はその案件だったのに見誤ったっていうか、それはなんで起きたかっていうと、そんなのすぐ分かるのに、普通だったら思い込みがそうさせたわけよ。もう見失わせたっていうか、この二人はこれここにも住みたいからそれが当たり前でしょみたいな
だから疑わないっていうかさ、うん、それがマッチングされてるかどうかっていうゼロ視点に立ててなかったわけよ。へー。だからあの日から全部、ま、毎回物事を全てリセットして考えるっていう前提ができたわけよ、うんうんうん、それがもう一番喜びだった。へー。だからやっぱ思い込みが外れたそうなのよ。ことでしょ。そう、うん、すごいそれがね楽しい。自分が持ってる思い込みが外れた瞬間がめっちゃ快感でしょ。そうなのよ。だからあの日以来のその前田塾メンバーとそのアドバイスも変わった、うん、企画が始まってるものに関しても一回全てゼロスタートでアイデア出すっていうそのアドバイスができるようになった。へー。だそれがでかい。めちゃくちゃあの日のあれは。なるほど。とかっていうのが一番喜びなわけ、うん、そこなんですよね。レベル高い。でも私ハッピー理論の面白さって一番そこだと思ってる、自分のそれが変わった瞬間っていうか。なるほど、うん、思い込みがね。そう、本当ね、頭のなんか鎖が取れたパンっていう感じ。あ、なるほど、うん、その感覚が好きなんだよね。これの繰り返しでなんか結果拡大してる感じっていうか、そうだ、結局こっちにフォーカスがかかっとるんよ、うん、うわこれなんかあるなっていう問題を解くじゃん、こうやって一生懸命自分の方を向いて、うん、フォーカス先が結局集中が自分になってるじゃん、うん、自分の内側の方を向いて、うん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 、クロスワードパズルを解いていくわけよ、うん、そうするとあーってなるわけよ、うん、うわーってなってパッて気づいて現実見たらめちゃくちゃなんかお金回ってたりとか、なんかねめちゃくちゃ愛されてる現実が出たりとか、こっちにめちゃくちゃ集中してただけなのに外見始めたらあれ外側がなんかえらいことになってるぞっていうおまけもついてくる、この面白さね。そう、だからほらもうダンスやってもさ、うん、そのパールちゃんカンフーになってるよとか言われて、なんか全然そんな自分で自覚がないかったのに、うん、確かにそうなってて、なんかめっちゃ攻撃してるってなって、うんうんうん、で合わせてみてって言われた瞬間にその楽だったっていう感覚があって、うんうんうん、でそれはそれで良かったけど、ずっとその後もなんかこれはどういうことなんだろうってやっぱり引っかかってたわけよね。だからそれをずっと考えてたら、あ、めっちゃこれ私なんか警戒心だったって。ああ、なるほど。だからそれが何なんだろうっていうのはなんか、うん、ずっと考えてるわけよ、その自分で。すごい。それが多分自己対話になるって。そうで、自分のこと考えてる時間だから、うんうんうん、でパンってなんか繋がった時にそのあ、もののけ姫のさんの人間に対して警戒心があるみたいな、うんうんうん、でそれに気づいた瞬間にわーってなって、うん、あ、だそしたらああいう行動になるよみたいになった時に、うん、でもそれがもう分かったみたいな感じでこうもう喋ってる時とかも楽しいし、とかそのコートちょうだい事件が、うん、なんかまだすっきり終わってないぞっていう、コート結局上げてないし、でもこれなんか起こるよってハビちゃんが言ったのとかもずっと気になってるとかね。だから本当謎解き、うん、謎解きしてる感じ。なるほど。で、そもそもその謎解きが楽しいだけっていう。そう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 。でも謎解いてたらなんでか知らんけど、現実もなんかすげくなってってるぞっていうのがなんか面白いんだよね、うん、なるほどね。謎解き名人になりたいですね。まだいまいち謎解きが自分でよく分かってないです、私。これから冒険今進めてるから、うん、これがね楽しいってなってくる時が来るんですよ。なるほど。そう、癖になるよ。なんかなるなるなる、うん、面白すぎて、うん、なんか本当に謎解きがね、私分かんない自分で。でも例えばさ、この間のそのハッピーちゃんにホテル代が5万円とか6万円とかさ、なってさ、聞いてさ、とかってなった時に、ちょっとハッピーちゃん切れたりとかしてて、ってなってたけど、その後にさ、なんか、ミカズ自分の意見をなんか決めた上で言わないからこうだったじゃんみたいになった時に、なんかすごいやっと分かったみたいになってた。ああ、そっか、それが。それがそうだ。ああ、そういうことか。それも自分の。あの時楽しくない？そういう瞬間。確かに確かに。すごい力戻ったじゃん、あの瞬間、ミカちゃん。あ、自分で決めないとダメなんだって。そういうことか。あれ謎解きやん。そう。そうか。それまでなんか弱々しくて、なんか、みたいな感じだったのに、パーンって分かった瞬間に、パールさん分かりましたみたいな。なんかなった瞬間めっちゃ力持ったの。ああ、そういうことか。あれがもう謎解き。ああ、なるほど。だから謎が解ける瞬間ってパワーが戻る瞬間だから。なるほど。気持ちいいよね。目が覚めるって感じ。うわーみたいなさ。
ああじゃあ謎解きの意味が分かった、うん、それをこう細かくやってるっていうことですね。そうなんでこんななんかモヤモヤすんだろうって感じだったんですよ、その直前までは。うん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 、なんかむちゃむちゃ言ってるなっていうのは自分で気づいてたけど、何が何そう分かんないな、その時は、うんうんうん、その霧が晴れた瞬間みたいなのは。ああなるほど、それは面白いですね。そう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 、うんうん、本当にその繰り返しだよね。だからなんかへえすごいな、面白くない、うん、確かに。だからここに関してオタク的にやってる感じなんだよね。本当にそう、ずっとそういうことばっかり、なんか確かになんかちょっと引っかかると考えてるもんな。うん、そうそう、テトリスの長い棒が来たみたいなってあるんだけど、まあ本当感覚的にそんな感じ。楽しいよこれ本当。 そこに行ったらね、そうなんよ、うん、楽しみ方がね分かるところまでね、うん、本当にもし趣味だったらねこれが、うん、やってみてほしいなと思う。こんな面白いね、うん、人生通じた遊びないから、うん、マジで、うん、最高にエキサイティングだよね、うん、本当に面白いこれは、うん、だから何かを手にするためにそれをやってるわけじゃなくて、うん、これをやってたら何かを手にしちゃうっていう、なるほど、逆っていうことなのよ、人間の考えることと、うん、だから自分の内側を見続けるっていうことなんですね。でも確かにそれがないまま何かを得たところで何にもならないですもんね。自分で決められないで、あの状態で何かどうなったところで幸せではなく困惑だよね。確かに困惑、困惑、本当雑誌作った時も稼ごうと思ってやってないじゃん全然。うーん、なるほど。ハッピー理論にめっちゃドハマりして、うんうんうん、でね雑誌作る中になった時にもう自分がもうめっちゃそのことが好きだから、うんうんうん、聞きたいこといっぱいあるしみたいな、うんうんうん、これなんかもう編集長だから自分で聞きたいことある、うん、聞ける特権じゃんみたいな、うんうんうん、だから それに夢中になってたから結局雑誌が売れたわけじゃん結果、うんうん、そうですよね。そうそうそう、だから その雑誌やって稼ごうみたいなところにやっちゃう、だからそれ私がやったから、うんうん、私も雑誌作りたいですってなった人、うんうんうん、もう多分何人か結構いたと思うんだけど、うん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 、多分その結果、うん、そ売れたみたいな結果に多分フォーカスした人は結構いたと思うんだけど、うんうんうん、そのファッションのブランドに関してもそうだし、うん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 、洋服だってあなんていうの稼ごうと思って やり始めたわけじゃないから、うんうんうん、めっちゃ服が好きじゃんってハッピーちゃんに言われて、うんあそっかみたいになって、うん、えじゃあちょっとやってみるかみたいな、もう全然だからもう売れる前提のゼロのとこからさ、うん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 、でやりだしたらめっちゃ楽しいとか、うんうん、モデルぶってやってみるとかさ、うんうん、なんかそういうのなんか夢中でやってるうちになんかカラフルな服着たいみたいになってきて、うんうんうん、なんかカラフルで遊び出して撮ってみたい な、うんうん、なんかそういうのがどんどん発生してって、うん、結局ブランドがなんかもう進化してってるから、うんうんうん、本当人間の今までのなんか考えるのと本当真逆ですよね、うん、そうだね 逆サイドのアプローチだね、うん、すごい。でもこの逆サイドのアプローチが多分何のハウトゥーよりも結局現実的な結果がこうやってちゃんと出てるじゃん、うん、そこなんですよ。あれがすごい。だから内側が外、うん、ね、うん、全部外側に反映されるって、うん、本当にその通り、うん、本当そうです。明け耳さん、話に引き込まれてるからか簡単にできそうな気がしてきた。いいですね、周波数が軽くなってるってことです、この話で、うん、だからむしろ簡単にできるんだよね、うん、そうだよ、うんうん、本当にそう。頭のこのなんか、うん、トラップだけが、うん、あれなだけですよね。でもなんかこの理論を聞きながらなんか三次元のやり方に当てはめようとするから、うん、わけわかんなくなる。あ、そうなんよ。確かにそれ思います。これ聞きながら3次元のさハウトをやろうとするじゃん、うん、姉辻褄が合わないから。それそうだそうだ、うん、自分ビジネスって言っても、うん、結局3次元的なハウトゥー知った上で、うん、なんかそこにちょっとエッセンス的に自分の好きなことみたいなのでハッピー理論入れても、まあ、無理です、うん、だからそれでやるんだったらもう3次元的な逆にやり方に振り切ってやらないと、うん、多分難しいと思う。その、うん、折り合いがこれつかない話だから。私もそれ途中で気づきました、うん、でしょ。無理なんよ、うん、だ本当ある意味バカになんなきゃ無理だなって思った、うん、そうなんよ。そっちのその先に本当に、うん、だから本当に己を見るなんだろう楽しさと
勇気とその扉を開きたいっていう意欲がなければ、うん、本当に普通に3次元の考え方で生きた方が逆にいいと思う。うん、そうなの。だから半々でやるとか無理なんよこれ、うん、私もね半々とか、うん、なんかねいいところだけ取り入れようみたいな、一回振り切って何かやり方とかを取り入れるとかだったらもしかしたらあれかもしれないけど、なんか中途半端に両方やろうとかはもう本当にアウチですよね。多分うまくいかないと思う。なんか、うんうん、だってできないもん、その自分の好きな好きになんかこうまっすぐ自分のやりたいように好きなようにお金になんか別にならないけど、うん、夢中になってやりますとかは、うん、やっぱ振り切ろうって普通に生きてきた場合だと思うんですけど、振り切ろうって決めて振り切る方に行かないと、そしてそこに結果とあれがついてくるかの保証はないっていうね。それでも そっち進みたいですかっていう話だよね、うんうんうん、